こんにちは、どうも僕監督と申します。本日もウイニングイレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今回なんですけれどもね、サブアカウントで、来ています。レジェンドのガチャをね、もう一回引こうということで、一応ね、昨日と一昨日の動画だったかな、一昨日の動画で、質問があったんですけれどもね、トレーニングモードで、マイクラブのチームを使うにはどうしたらいいですかというね、コメントが来てたんですけれども、こちらですね、チームデータセーブ、これでね、データをセーブしてもらって、でそのデータをね、トレーニングモードの一番下のね、ユーザーデータみたいなとこからね、ロードしてね、ロードすればトレーニングモードで、練習ができます。はい、マイクラブのチームでね。で、こちらですね、チームエディット、昨日のね、あの動画の質問たくさんあったんですけど、僕ちょっとね、端折ってしまってね、ちょっとどうやってやるかって、国籍のチーム、ナショナルチームのユニフォームのね、設定の仕方のね、ちょっと端折ってしまってね、質問が結構来てたんで、それに動画で答えたいと思います。はい、こちらチームエディットで、チームコピー。で、普通にね、この下の方に行くと、こちらの国籍の方がね、ありますんで、ナショナルチームですね。これで、チームを選んでください。どこにしようかな、今日は。スペインにしましょう。いや、アルゼンチンがいい。ごめんなさい。南米アルゼンチンさせてください。はい。これでね、アルゼンチンのユニフォームが、間違えた。使用可能となります。はい。でね、今日はね、レジェンドのガチャをね、ガチャ券、こちらの方のね、アカウントでも、取れましたんで、早速蹴っていきたいと思います。なぜね、サブアカウントね、ウィニングイレブン2019をね、やろうと思っている方、ぜひともね、サブアカウント取っておいてください。毎年ね、今年、2019になったら来るかどうかわからないんですけれどもね、チャンピオンズリーグのね、ライセンスが、今年いっぱい、今作いっぱいということなんで、自作は別入れが来るかどうかっていうのがちょっとね、定かじゃないんですけれども、それでもサブアカウント、熱いガチャ1個は絶対来ると思うんで、もしそのガチャで失敗した時のためにサブアカウントは僕は取っておくべきだと思います。でサブアカウントを取ればね、黒玉選手の、所有している数によって、得点がね、受けれますんで、確かね、2017から2018に行くとき、2016から17に行くときも、黒玉の数が2つ以上やったはずなんですよね。で、別入れのガチャと、このガチャ2ついければ黒玉獲得できますんでね、サブアカウント持ってて損はないと思うので、ぜひとも作っていただきたいなと思います。はい、ということで、ウィニングイレブン2019にやるにあたってのね、2018からの準備をしておきましょうということですね。はい、ごめんなさい、前置き長くなりましたが、ザ・クラシック・レジェンズ、セブンスターズ、こちらをね、引いておきたいと思います。黒玉をね、たくさん獲得しておきたいですよね。できたらこのアカウントでもね、少しやろうかなとちょっと思ってるんで、ただね、そのためにはチームがね、強くないといかんせんね。はい、ということで、少しでも黒玉選手を獲得しておきましょう。やるかどうか分かんないですけどね。はい、何かあった時のためにね、サブアカウントを作っておくのをお勧めします。ということで、マラドーナ欲しいです。はい、マラドーナね、手に入れたらね、このアカウントでやりたいというか、ちょっとやろうかなと思うんですよね。ロベカルとかでもいいかな。ロベカル当たったらね、ちょっとフリーキックの練習とかもしたいですよね。はい、ということで、行きましょう。この外れのないね、黒玉確定のレジェンドガチャです。さあ行きましょう。誰が当たるのか。ガズモクセよ。なんだこのスパイクは、このスパイクはちょっと怖いな。お、来た。マジで来た。ディエゴ・マラドーナ、正真正銘本物のディエゴ・マラドーナがやってきた。やったぜ。 OK。 いやー、嬉しいですね。サブとはいえ、サブアカウント結構ね、実は、断るごとにね、黒玉確定のガチャとか、あとはね、最初の別入れも引きましたね。とりあえずね、スカッドに追加しようか。どうなんだろう、スカッドは。スカッドの調子は悪いですね、これちょっと。スカッとあんまりいじってないです。マイクラメンバーに追加します。で、ちょっとね、チームを見てみましょう。ロナウジーニョとね、共闘させたいけど、あとね、なんか2万 GP、勝手に放置してるだけでね、20万 GP とか溜まってるんでね、こっちじゃないな、チームをちょっと見たいんですけどね、マイクラメンバー、これですね、マイクラメンバー、メンバーリスト。さあ、こんな感じですね。ベイル。マラドーナ。あ、ベイルはこれ、レンタルですね。これあんまり気にしないでいいか。
マラドーナ、ドウグラス、コスタ、そしてね、ベイルは、あ、そうそう、ベイルはレンタですね。で、最初のガチャでイニエスタが当たったんですよね、別入れで。で、クロノム確定でドウグラス、コスタ、そして、今のレジェンドガチャでマラドーナということでね、まあ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 、結構まあ嬉しいですね、このチーム。はい。まあ、やるかどうかわからないですけれどもね、やるなら、はい、マラドーナ使ってね、まあ、ちょっとね、メインのね、まあ、アカウントの方でね、マラドーナ当たらなかったんでね、当たらなかったというか、まあ、取ろうとはしてるんですけどね。はい。ということで、メインの方に戻って、マイクラブ、試合の方、やっていきたいと思います。はい、それでは対戦相手の方決まりましたんでやっていきたいと思います。相手ベッカムがいます。多分ね、今回の黒玉のガチャで当たったのが、黒玉のガチャというか、レジェンドガチャで当たったのが、ベッカムなんじゃないでしょうか。さあ、それではやっていきたいと思います。レッドの722の方でプレイ分析出た、ワイドポジショニング、カウンターターゲット使ってくるみたい、全く一緒ですねこれ。ただ、アーリークロスを得意なプレイとしてますね。はい、試合率は 52% ということで結構高めですね。さあ、やっていきましょう。チアゴシューバー使おうか、さすがに今日はね。どうしよう。こっちを、ここ入れ替えますか。ズラタンがなんかあの位置っていうのがちょっと変で。あ、なるほどね。クロスの、まあ、質の高いね。ベッカムと、まあ、イブラヒビッチという、ヘディングの強いね、イブラという、まあ、かなりね、相性の良さそうな組み合わせですね。いやここしっかりベッカム抑えたいな。ベッカム抑えたい。ジョーディアルバちょっとね、控えててもらいましょう。それかクリバリでちょっとねガツガツ当たるっていうのもいいかもしれない。どうしようかな。クリバリをここにして、まあ、中央は硬いぞと、こっちの方がいいかな。中央は硬いぞと、ズラタンには好きに刺す、いやこっちの方がいいかなで、サイドはサイドでクロスを上げさせんぞと、チアゴシューバで行く、これでいきましょう。まあ、ベイルはちょっとほっといても大丈夫かな。大丈夫じゃないと思うけどね。はい、ポグバで、まあ、中央はポグバがデンと座ってね、これでいこう。ネイマールの方が調子いいんで、ディバラよりもネイマールの方がいいかな。そうですね。はい。で、スアレスよりもロナウド。いきましょう。これで。で、ベイル。マネーでいきますか。OK! さあ、それではやっていきたいと思うんですが、ごめんごめん。コンセプトアレンジつけます。1個だけつけさせてください。カウンターターゲット。ゲーゲンプレス。違う。クロス警戒、これ、はい、さあ行きます。サッカーファンの皆さんこんばんは。はい、こんばんは。それでやっていきたいと思います。アヤックス VS ボッカのゲームチャンネル、舞台はメトロポールアレナですね。さあ行きましょう。実況はジョンカビラでお届け。いや、しっかりね、まあ、とりあえずクロスは対策しっかり練ってるということで、まあ、サイドとりあえずねクロス上げさせないように、まあ、上げさせてもいいかな。消しますわコンセプトアレンジ。いや、ごめん、やっぱりね、うん、なんつ、あ、ロベカローンの、あ、そら左もダメじゃん。でもね、まあ中央は結構固めてるから、まあ、クロス下げられても大丈夫かなと思います。あぶね、あぶね。いや、完全にはね、ちょっと1点取られてもおかしくなかった。でもまあなんとかなったということで、さあ気を取り直していきましょう。ちょっと今危なかったね、でもかなり。いや、ちょっとディフェンスラインまで見てなかったな、相手。あ、パスタス、ここでもね、ヘディング勝てそうですね、パパスタスのところ。おう、しっかり来たね。うわ、待って、うわ、マジか。ちょっと意外でしたね、これ。いやー、さすがにね、長距離のパスはうまいな、このベッカム。いや、なんでやろ、あれ。なんで結構不利になったの。まあまあ、ええわ。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。いや、奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックですよね。うん、よし、2人も引きつけた。さあ日本、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。まあ相手のパフォーマンスが良かったと思いますけど、ね、やばい、これやばいな。カウンター、かなりちょっときついカウンターになってます。いや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 、完全にドフリーですからね、これやばいですね。ああ、もうチアゴシウバでは何ともならんかったか。いや、きついですね。ちょっと一番嫌やと言われてた形をね、もう作られて失点ということで、もういかん方が良かったな、あれも。ずっとね。さあ、攻めないといけないんやけど、おいしょ。
これを決めるところが素晴らしいですね。マジで。いや、ちょっと2点ビハインド、さすがに合わせるな。さあ、アヤックス、さらに1点を追加し、2対0としています。いや、このチームのポテンシャルですよね。もちろん流れもありますけども、こう見てると、ごめん、危ね。流動的で、選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどね。そっち行くわ、広いところ。素晴らしいパス。で、取る。自ら取って。ウィンドウがダメ。取る。ああ、うまくいかなかったな。よし、まあ、しっかり守ろう。クリバリ。よいしょ、取れた。よしよしよし。え？いけるいける。よいしょ、ナイス。オッケーオッケー。結構ね、まあ攻撃では割とかしい、まああのいい形で作れてると思うよ。守備はちょっとね、ちょっとボロボロやから、それを補えるようにちょっとね、攻めの時間を増やしたいですね。攻撃の時間増やしたい。やばいやばい。あ、危な。しっかり見てるな相手。お、今ちょっと思ったわ。さあ、あと1点です。大豆やん、しっかり見とって、あの1点目ね。僕は見てなかったけど、ちょっと間違えた間違えた。何すんの。船入ったやん。この辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすい。オッケー、ナイスポグバ、ナイスポグバ。ちょっと待って、やばい。ちょっと取る、取れない。サイドへ、サイド、サイド、サイド、よしよしよし、取る。あーっと危ない、やばい。よいしょ、アレオラ。ちょっとアレオラのところは一つ怖いところかなと。よしよ、行こう。サイさん、サイさんと見せかけてロナウドになってないわ、ごめん間違えた。ビシアのロナウドからネイマール、取るわ。ちょっとこれ行こう。シュートまで行けるか。え、よし、ロナウジーニョ、ナイスシュー。まあ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 、まあ、ちょっとね、惜しかったけど。まあちょっとね、早々にね、まあ2失点食らったっていうのがね、結構まあ意外というか、ゲームプランにないことで面食らっておりますが、よし、ナイス、もちろん、あ、取れてない、うわ、取れてない。ロベルト・カルロス。うわー、まずい。攻め込んでいきます。これは相馬来るでしょ。激しいボールの奪い合いです。さあ、一気にカウンター。うわ、ごめん、ごめん、ごめん。ネイマール。よいしょ、ナイス。ここは対応します。うわ、足飛んできた。足飛んできたっておかしい。うお、なんだあれ。やばいな。冷凍そう変わらんねんけど、強いな、相手。いやー、まずい、まずい。ちょっと取った、ロナウジーニョ。うわ、ここはいいプレスで。よし、ボグバからクリスティアノ・ロナウド。いやー、腰が入ってない。ちょっとね、なんか ふにゃんとした。うい、クリスティアノ・ロナウドからネイマール。うい、いてえよ。ここでファールをもらいます。かなりもうきつかった今のタックルは。カード出し、カード、カード出して。それは出へんわな。正当なチャージのようです。カルバハル、カルバハルからガウーショ、ガウーショ、ガウー、おいおい、ファールファールファール、ないない、じゃペナルティーエリア内やということがちょっとね、災いしたわ。裏を狙っていきます。ダメか。いや、まずいな。ちょっとやばいな、怖いな、それ。よいしょ、え、よしよしよし、ごめん、ミスった。やぶね、いや、ちょっときつかったな今の。さあ43分、ちょっとなんとか前半に追いついてくれ。無理か、あとワンプレー、あかん、絶対無理なやつや。うわね、まあ、なんかな、ならんな。最後攻めたいんだ、こんな微妙な時間。うえ、いや、ちょっと、あ、すいません。あ、はい、前半終了、1対2。前半終了です。非常に動きがある。1点ビハインドで後半へ向かいます。後半はね、ちょっと早いな、得点の時間帯が。
しかし北澤さん、どっちもね、はい、ということで後半行きたいと思いますが、どこを変えようかな。いやー、もうちょっとロナウジーニョ、これはあんまり意味ないという噂ですけどね、どうなんやろ。決まってくるとこありますからね。なるほど。はい、まあ、このまま後半行きましょうか。取りに来ると思いますから、その辺にも注目ですよね。どうにかね、それにセンターバックにしてもええけどな。なんかつける？いや、かなりね、ワイドポジショニングなってんですよね、相手。そのワイドポジショニングを崩すための攻撃みたいなんて何かないかな。ワイドに開いてくるから、あえてティキタカでね、こっち密集しましょうか。ね。こうしてみます。裏はちょっと狙わない。これでいこう。さあ行きましょう。はい、それでは後半戦でやっていきたいと思います。豪快に噛みましたが、いきます。日本としては、まあね、ティキタカちょっと効くか分かんないですけどね、これ。なるほど。ダメか。取れるか？取れない。OKOK。逆に密集するというね、こっちは。よし、OK。ガウショ、ダメか、取れないや、やべ、取れてね、全然取れねえ、密集しすぎやろ。うわー、ちょっとこれね、ディフェンスの時がきついな。ただ抜けてくる中央へ、オッケー。ただカウンターの時にあんまり良くないな。日本はビハインドなんですが、チームスピリットでは相手よりも。お、どうした？まあ、いつもならチームの影響は取れてるんですけどもね。でもまだ全然可能性はある点差ですからね。相手よりも優位なのは事実ですから。いやー、惜しい。のプレーをしてほしいですよね。オッケーオッケーオッケー。じっくりと時間を。仕方がない。信じて突き進むしかないね。時間をかけると密集して。神経が整ってしまいますからね。そうですね。ちょっと焦りがあったかもしれません、ね。ファンタジーで崩すというね。はい、このもう新しい、攻撃参加します。クリバリ行きましょう。2人同時に上げてもええぐらいけど、上がってこい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 、来た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 、あそこへ合わす、行け、ポグバ、いや、ポグバじゃない、いや、いや、オッケー。アヤックスとしては、先ほどから前線の選手は、よいしょ、よいしょ、うん、待って、待って、ちょっと失敗した、ペケボタンなってことは、パスなってことは、今、取れる、取れない、やば、やば、それやばい、カルバール、なんとか間に合ってくれ、間に合ったな、間に合っていい、さあ、ロナウド、いいよ、いいね、いいね、いいね、よいしょ、気合で、気合で、ちょっと間に合えー。いかん、左スティックが取れるぐらい押し込んだのに無理やったわ。 OK、 さあ、ヤッホーイ。なんだそれ、やばいな。うん、それ来ると思った、来ると思った、やばい、ベイに上げさすか、あーっと危ねえ。いやー、密集する。うわ、やべ、カウンターだこれ。うわ、ロナウジーニョが戻る。よいしょ、うわ。素晴らしい連携。いい。よし。ああ、まずい。うわ、取れ。よし。あ、どうなる？あう。こうなってもた。どっか選手交代しましょうか。60アップなんだよね。さあ、とりあえずなんかね、打つ手なしみたいな感じなんですけどね、仕方がないですね。リバラ行こう、西に行こう。4人ファンタジスタを並べました。これでなんとか、はい、なんとかしてください。このね、攻撃はこの4人に頼りましょう。どうしよう、ティキタカ外すか。なんかあんまりやっぱりね、しっくりこんかったというか、うまくいかんかった。ティキタカいらん。うわ、怖い怖い怖い。ベッカムの、うい、ベッカムのあれほど怖いもんないやろ。あ、危ねえ。
よっしゃ、地上戦よ。ロナウジーニョ、日本は残る一つの交代枠をどのように使ってくるのでしょうか。 OK よ、来たな、ネバラスペース出ましたね。チャンス来た。いや、攻めで打った方が良かったな。日本は2本目のコーナーキック。さあ行きます。クリバリに合ってくる。ああ全然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 や。あ、どんな音か分かんないです。これ、あいし、打っていった。打ってない。ちょっと待って、シュートになってもた。74分。いや、なんとかしたい。よいしょ、あかん、外す。止められねえ。いやー、かなりクロスから行かれてる。ああ、まずいな、それ。いやー、絶望的な失点、これ。これはまずいな。うわぁ、これあれかな、ゴールパフォーマンス中かな、中ですね、これ。いやぁ、やられた。あの2点ビハインドはこの時間帯は本当にきつい。あの10分、だいたいね、あのロスタイムがね、結構今作すごい短くなったから、前作ほどね、このなんかごっつい逆転劇が起こり得ないという。ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。よいしょ。ああ、待って、いけ、ナイス。まだ分からん、まだ分からんぞ。日本絶対絶対諦めてならん。今日ちょっとでもロナウジーニョの存在感が薄いですね。ファンタジスタ3人4人でね、補い合って、補い合いましょう。直後のゴールです。いやー、この采配は大当たりですよね。いいよ、ディバラしっかり答えてきましたよね。そうですね。よし、来い。さあ日本来い。いや、ダメか。もう一個向こう、ロナウジーニョにも何かね、起こしてもらった方が良かったかもしれないですね。ガウーショ、ちょっとスタミナ荒れへんで、まずいぞ。ポグバ、あかん、このちょっとコーナーキックは良くないな。おっと、ルーズボール。うわ、抜けてくる。さあカウンタースピードを上げたい。いやー、なんだ、何が起きた、何が起きた、カルバル。自分でお前もうちょっとできる声。あー、ごめん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 。よし、何もない。取れない、やっと。ベイルへ、カルバハルからイシーニエ。さあここでカウンター、イシーニエから右へ、サディオマネからいけるか。ボールを受けて、やっと、いける。うわー、外してもた。ギャー、まだある。タイムアップ直前で攻め上がります。どうだった、ないぞ、ボールが。日本ガウショ奪い返します。いや、やばい、ちょっと。まだいける、まだ終わっちゃいない。もう残りこの時間でなんとかしたいところですよね。やばいな、やばい、ちょっとまだある。よし、何が起きた。まだある、まだある。よいしょ、よいしょ。どこに出してくる、うん、ボールがなくな、なった、ちょちょ、動かなかった、ちょっと動かない。キャー、ちょっとカーソルが変わらなかった。日本悔しい。前線を及びません。いやでもな、しゃーないっちゃしゃーない、今の取ったところでっていうのもあるからな。いやー、ほんと今日はゴールの奪い合いになりましたよね。しかしね、これ攻撃的なサッカーのぶつかり合いは迫力がありますし、やっぱり面白いですね。いやー、悔しいな、ね、やっぱり負けると、いつでも負けると悔しいわ。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。いやでもかなりね、特殊な戦い方だったなと相手も思います。さあお別れの時間が迫ってまいりました。まあね、クロスの正確なクロスを上げるベッカム、もうこの結構ロングパス、これやられたなって感じがね。ありがとうございました。一応出会い頭のね、失点でね、まあ、出番がくじかれて、でさらにもう一失点でしょ。結構ね、ここでね、だいぶやっぱりやる気をそがれたというか、やる気をそがれたという言い方はおかしいですけど、まああの、いやー、まあ今日の戦い厳しいものになるなという、まあ、気持ちになりましたね、ここでね。うん、まあ仕方がないですね。まあ最初の2失点が結構でかかったなと思います。そして反撃に転じた後の1点返した後のもう1点のね、3失点目、これがやはりね、心がちょっとだいぶおられたところだったと思います。はい、まあ、今週、まあ、ゴールデンウィークですけれどもね、皆さんお休みいかがお過ごしでしょうか。はい、いかがお過ごしでしょうかという言い方おかしいですけどね、まだ休みは来てない、どうなんでしょうね。まあ、
僕なんかすごいメバチコみたいなのができましてね、眼科に行こうと思ったんですけれどもね、なんかもうすでにね30日から、ね、お休みをいただいておりますみたいなね、まあ、眼科がやったりしてね、結構まあ街では休みが多いのかなといった印象なんですけれどもね、まあやってるところもあるしやってないところもあるということでね、まあ30日からずっと休んでる人は休んでるといった感じでしょうか。まあ学校とかは普通にあるでしょうね。でね、火曜日、今日か、今晩か、あれちょっと調べてないか分からへん。ひょっとしたら今晩、ウイレじゃない、ごめんなさい、チャンピオンズリーグのね、マドリーと、バイエルンのね、試合があるはずです。はい。確かそうやったはずやで、今日。なんかね、もう土曜日、月曜日まで休みやったんで、ちょっと、なんていうの、曜日感覚とかおかしかったんですけれども、はい、今日ですね、5月1日、レアル・マドリード対バイエル・ミュンヘン、サンチャゴ・ベルナベウで27時45分からあります。まあ、明日がね、もう一個の方で、もう一個の方はね、ローマとあれですね、まあ、奇跡は二度は起こらないですからね、なかなか難しいと思います。はい、エジプトのメッシ・サラーがね、まあ、出る、リバプールと、ローマですね。はい。で、レアルが、バイエルンと、これがね、非常に大事な一戦だと思います。で、また、あ、その後、週末はクラシコということでね、まあ、ロナウドフル稼働ということで、まあ、今週末はね、ロナウド出てなかったというのがね、まあ、うなずけるんじゃないかなといった感じですね。はい。ということで、今日はまあレート変動ガインまでいきますか。いつやったかな、一昨日ぐらいね、結構連敗食らってね、もう700から陥落しそうな感じになってるんですよね、714。まあここでちょっとね700台で踏ん張りたいところですね。負けるとき本当に連敗しますからね、もう悲惨なぐらいね大敗したりしてね。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。